ところでコッタ、最近無理やり女の子を連れ回したり部屋に連れ込んだりする事件が多いけど、あなたやってないわよね。やってねえよ。どんなタイミングの質問だよ。はあ、疑ってたのかよ。うん、近所の人がね。待て、近所で俺どういう噂になってんだ。でももしやっちゃったら母さんに正直に言って。近いよ。その時はどう。あの目が怖えんだよ。今夜は冷えそうだな。明日テストだからな。今夜は徹夜だな。ママさんのご飯はうまいな。日に日に元気になっていくルルモを見るのは嬉しかった。コウタ、なんだよ珍しく。お茶入れたかな。もういいだろ。出てってくれよ。待って、誤解だ。ルルモを説明してくれ。どうしてこの部屋に来たのかを。公園で会って連れてこられた。キッチンクドア。